こんにちは、高級石焼き芋さん。今回のランチサイズ戦略の動画の中で、高級石焼き芋さんは本を読むのが好きで、その本をですね、要約してお伝えするっていうことがね、できるんじゃないかなってお話しされてましたけども、これはすぐ始めたらいいんじゃないかなと思います。で、そこでね、肝心なことなんですけども、この本を読みたいんだけど要約お願いしますっていうふうにして、例えばね、高級石焼き芋さんが興味のないような本でも要約をしてくれるのか、それとも高級石焼き芋さんは自分が興味があることだけの本を要約してお伝えすることができるのかってことになってきます。要するにですね、高級石焼き芋さんが本の要約を上手にできても、その本に興味がない人にこれですよって渡しても受け取ってもらえないんですよね。で、そういうことを考えた時に、じゃあ実際に今高級石焼き芋さんはね、どんな本の要約をストックとして持ってるのかってことを動画で100冊くらいこういうのがありますよっていうのにお知らせすると、注文がかかるってことはあるんじゃないかなと思いますから、そこから始めてみたらどうかなと思います。とってもいい発想だと思います。それでは今回は以上です。